皆さんこんにちは、モモンガです。なんとじゃん、シルバニアのファミリーマート限定くじを5回してきたので、今日はその紹介と、まあ、まだ中身が分かんないものもあるので、その開封をしていきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。いやー、あのね、私朝から何も食べてなくて野菜ジュースしか飲んでないんですけど、食べたか、今2時3時か、3時まで何も食べてないっていう状況で、朝からスマホを変えたりとかなんかいろいろしてたらこの時間になったんですけど、なんとファミリーマート近くに私2店舗もあるのにどっちもやってなかったんですよ。で、まあ、私んとこも田舎なんですけど、もっと田舎の方でやってて、みたいな、そっちの田舎でやるんやったらこっちの田舎でもやってよって感じで、結構なんか近く本当にちょっと離れたとこでもなくて、もう車で30分ぐらいかけてちょっと行ってきました。紹介しますって5回やったんですけど、まず4個紹介しますね。あ、1回660円です。4個がじゃん、こちらです。集めてみんなでショッピング、イーショーの赤ちゃんコレクションショッピングシリーズっていうやつなんですけど、こういうやつで、これはね、普通だったらこのシリーズはこういうランダムで家電量販店とかシルバニアの森のお家に売っとるやつなんですけど、今回これ海外で出たやつが日本だったらどういう売り方するのかなと思ったら、まさかのくじ引きでやってました。本当にすごいですよね。かわいいな、かわいいな、かわいいな、かわいいんですけども、私これね、私本当は B 賞が欲しくて、 B 賞のライオンの赤ちゃんとキリンの赤ちゃんのが欲しかったんですよ。で、結構ね、もう1時から発売開始だったんやけど、もう私一旦1時半ぐらいか、もうなくて、ほとんどもう、買った後に気づいた、 B 賞がないってことB 賞欲しくて5回やったら B 賞そもそもなかったってやつなんですけど、この4つと C 賞のキャラメル犬の女の子が当たりました。この C 賞は選べるんですけど、やっぱりショコラウサギの女の子とフレアちゃんですね、あとクマの男の子が人気でした。で、この子あと2体ぐらいだったんですけど、私はこのキャラメル犬の女の子持ってなかったので、今回は買いました。かわいい。今回はですね、このキラキラくじ限定の衣装になってて、もうめちゃめちゃ可愛いんですよね。はい、このちょっとね、出したくないのでこのまま飾っときます。問題のこの4つをね、開封していくんですけど、全部で9種類でシークレットがありますね。でもシークレットは見た感じマシュマロネズミかなと思ってるんですけど、私はね、シロクマの赤ちゃんと羊の赤ちゃんとコアラの赤ちゃんが欲しいので、それが当たったらなって思ってるんですけど、お友達もなんか、お友達もなんかやったみたいなんで4回ぐらいかな、その子も赤ちゃんが当たってたので、なんやかんやで交換できたらなみたいな感じですね。でもうさ、シルバニアファミリーのさ、まあ、くじ引きって森のお家とかでやってて、まあ、正直そっちの方がめちゃめちゃ豪華です。まあ限られてるねんけど、でもこのくじでやってみようみたいな、こうコンビニで、まあ、シルバニアやってみようっていう人がさ、おやつじゃないんだよ、やってみようっていう人がなんかこうシルバニアの沼にはまってくれたらいいなって思って、ちょっとワクワクって感じですね。やった人おったらさ、みんな何当たったか教えて。私は B 賞が欲しかったの。 A 賞はあんまりこうなんかときめいてなくて、ポニーのこのお母さんとか、お母さんやったかな。じゃあ1個目いきます、せーの。あ、待って待って待って、シロクマの赤ちゃん出たで。あー、かわいい、こんにちは、シロクマの赤ちゃんです。いやー、はじめましてなんです。男の子かな、かわいい、このジャイアンみたいな服着てるこのシロクマの赤ちゃん、あらー、こんにちは、かわいいですね。
かわいい。で、付属品としてアイス、アイス、持つアイスがついてます。え、かわいい。白クマ出たで、やった、めっちゃ嬉しい。じゃあ2個目いきます、せーの。あ、持ってるけど、かわいい、シルクネコちゃんよね。シルクネコの赤ちゃんです。こちら、これお友達も当たってたような気がする。かわいい、かわいい、かわいい。シルクネコの赤ちゃんはレジを持ってますね。めっちゃかわいい、かわいすぎる。キモくなっちゃう、かわいすぎて。次コアラ出るかな、いくよ、せーの。双子ちゃんなっちゃったよ。白クマ、まさかの2体当たりました。かわいい。白クマの赤ちゃんは、あの、次ファミリーも出とんかな、結構レアですよね。今回こういうランダム系で多分初めて、初登場の白クマの赤ちゃんです。次はもう被らんといてって感じ。4つ目いきます、せーの。ちょっと待って、そんなことある？被りましたよ。私すごいさ、バラバラで撮ってんけど、やってまいりましたね。シルクネコの赤ちゃんです。嬉しいよ、嬉しいんだけども、面白いぐらい。そんなことある？マジそんなことある？いやー、ちょっとね、ワオって感じですね。もうさ、なんかもう何事みたいな。ほら見て、もうなんか一緒。いや別にいいんですよ、いいんですよ。でもね、近くないからもう一回買いに行けないっていう。シルクネコちゃんはお友達も持ってるからな、ちょっとお譲りもできないし、多分まあ置いとくことになるでしょう。以上です、以上でした。もうさ、やばいね、かわいいね。でも私的におすすめなのはやっぱり森のお家の、くじ引きなんやけど、700ぐらいだったかな。上位賞がお家とか、もう普通に売ってるやつなんですよ。やばいねんけど、アイス持ってるよ。しかもこのアイスがクマさんになってて、しかもこれね、このわかるかな、アイスのここちょっと食べてる、ペロって舐めたのかなっていう感じの顔。かわいいがすぎる、かわいいがすぎます。なんちゅうかわいさなんでしょうか。かわいい。やっぱクマかわいいな。次はシルクネコの赤ちゃんです。いや、シルクネコちゃんはすごいなんか上品で、滑らかな見た目なんですけど、これはね、お座りしてるタイプで、お手手と足が動かないタイプになってるんですけど、ベジも可愛い。ちょっとごめん、めっちゃ今シルクネコの赤ちゃんを持ってるんですけど、潰してはないです。猫ちゃんになってます。猫の形のレジで、猫ちゃんの形のレジで、しかもね、尻尾ついてるの、かわいい。赤ちゃんは尻尾ついてないねんけど、レジは尻尾ついてます。しかもこのね、ここがお魚になってて、かわいい、かわいいねってなるような赤ちゃんです。かわいいね。はい、以上です。かわいい。かわいいねんけど、ね、この子はちょっとなんか、この箱ありきでやっぱかわいいから、私ファンクラブの、ファンクラブ今入ってないねんけど、シルバニアのファンクラブの景品とかも絶対に出したくなくて、出してないんですよ。なのでこの子ももうこのまま置いとこうと思います。以上だったんですけど、ちょっとやっぱショックなのが、4つ同じの当たって、全部被ってるっていう感じでね。ちょっと10分くらいだったらバッていけるんですけど、30分かかる場所なので、なかなか行けないので、ちょっともう私はもうこれ以上引かないようにするんですけど、もうまあ、1回でも2回でもどの商品も、もう今シルバニアの店舗には売ってない、全部がそのくじ引き限定の、シルバニアファミリーの商品になるので、すごいお買い得、お買い得、すごいレアだし、まあ、気軽に買えるし、すごい癒されるので、
ぜひ皆さん買ってみてください。ぜひね、皆さんシルバニアのこととかコメントしていただけると嬉しいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。